じゃあ今のやってみてどうでしたか？なんか分けるとなんか全然意識がそっちにいくから、さっきの1回目と2分間とメリハリが出るから、やりながらラリーするよりも疲れにくい。フリーでなんか打つとなんかもう無限のループされてるみたいで苦しい。そうですね。苦しいけど、なんかあそこに入ったらこう、あそこに入ったらこうってその判断しながらするから、ラリーが組み立てやすくまあ、やることがはっきりしてるからやりやすいですよね。そこに意識がいけば、まあ、自分が動くのもまあそんなに苦じゃないし、うん、いろいろ考えてできますよね。まあ、考える材料があるからやりやすいですよね。まあ、あとはパズルのようにうまくこれを利用していくだけなので、今やったのは基本的にディフェンスの考えなんですね。でもディフェンスって言ってもそんなになんか走って取って戻って走ってっていう繰り返しではなくて、考えて配球すればそんなに走んなくていいっていうことになりますよね。そうするとラリーが楽になるから、じゃあラリーが例えばじゃあ 60% ぐらいの力でラリーができるようになってるのは、残りの 40% でじゃあどうしようっていうのが考えられる。でもずっと追っかけて、あ、どうしようどうしよう、 何しようこうしようって言うと、それ 100% でじゃあ次どうしようって考えられないんで、一応ラリーっていうのは6割ぐらいで結構手抜いてできる方がいいわけですね。手抜いてっていうのはいい意味でっていうことで、数学で言うと公式を覚えて公式に当てはめてやれば問題解く時間なんてすぐですから、何通りありますかっていうのを自力で計算するのは無理なので、公式に当てはめて、で公式っていうのは今やったエリアによって、まあどういうボールを打った方がいいのかっていうのとか、まあここに打ったらこうなるなとか、そういうのが予測が立てやすいので、こういうのは覚えておくといいですし、3つだと結構分かりやすいんですね。テニスって結構3っていう数字大事なんですよ。3択だったり3つのエリアだったりする。サーブの時もそうじゃないですか。センターとボディ、ボディで言っちゃった、センターとワイドって2択じゃなくて、ボディっていう立派なコースもありますよだと、あ、じゃあそこも使おうってなる。じゃあ3択の中で選べる、スピン、スライス、フラット、じゃあ3択で選べる。結構3っていう数字は大事です。なので、まあ、その3っていう数字、まあ、数字というか3択あるっていうことをしっかり理解しておく、なんかクロス、ストレートだけじゃなくてボディもある、まあ、センターもあるっていうことも意識するといいと思いますし、まあ、その方が選択肢が広がりやすいんで、まあ、あとは3つあると選びやすいじゃないですか。4つだとちょっとあれってなるけど、3つだと選びやすいんで、とにかく3つある、常に選択肢が3つあるって思って、やれるといいかなと思います。